モーターの調子はいかがですか？はい、いいです。優勝戦に向けての調整はいかがでしょうか？えっと気温で回転の調整だけします。今節のスタート感目標はいかがですか？そうですね。今日早い行ったんですけど。はい、入って早いスタートを目指します。はい。ピット離れはいかがでしょうか？ピット離れははい。普通にはい出ます。 最後にファンの皆様に、一言お願いします、はいえーと優勝して帰りたいです、応援してください、モーターの調子はいかがですかまか、あ、上位級と言いたいんですけど、まあ、少し足が落ちたかなと思うんで、上位の次ぐらいですかね優勝戦に向けての調整はいかがでしょうか。まあ、特には考えてないなですけど まあ気象の状況で、少しペラペラの回転を変えてみようかなと思ってるぐらいです今節のスタート感、目標はいかがですか目標は、入るスタート、はい。ピット離れ、コース取りはいかがでしょうかかコースから最後に、ファンの皆様に一言お願いします、はい、えっと、頑張りたいです。 モーターの調子はいかがですか。うんと多分すごいいいと思います。はい。優勝戦に向けての調整はいかがでしょうか。うーんといい状態なので明日乗ってみてちょっと回転を合わせる微調整をしたいと思います。今節のスタート感目標はいかがでしょうか。うーんそこまで速いのはいかないように気をつけてであとは遅れない。 ように設定をしているんですけど、しっかり10代でまとまっているのでいいと思います。ピット離れコース取りはいかがでしょうか。うーん、ピット離れもあんまり不安はないのでコースはちゃんあのまあその時その時によるとは思うんですけど、しっかり主張したいと思います。最後にファンの皆様に一言お願いします。え、5回目の準優 に乗って初めて輸出することができましたしっかりこの勢いに乗って優勝を目指して頑張りたいと思います見ててくださいモーターの調子はいかがですか乗りやすい感じに仕上がってます優勝戦に向けての調整はいかがでしょうかえっとまだ明日気は気,気温と相談して決めたいと思います今節のスタート感、目標はいかがでしょうか えっとスタート感は合ってるんですけど、えっと自分の中ではちょっと遅い感じです。はい、ピット離れコース取りについてはいかがでしょうか。えピット離れは大体みんな一緒なので、あの多分枠なりになると思います。最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、レ、えーンに絡めるように頑張ります。モーターの調子はいかがですか。えっと数字よりは動いていると思います。 優勝戦に向けての調整はいかがでしょうか？えっとチルトとか外回りを含めてペラ調整をはいしようと思います。今節のスタート感目標はいかがでしょうか？えっとスタートがちょっといまいち分かってないので。ピット離れ、コース取りについてはいかがでしょうか？えっとピット離れはまあ,あの他の人と同じぐらいなので、枠なりの侵入になると思います。 最後にファンの皆様に、一言お願いしますえっと、外枠ですけど、いいレースができるように頑張ります、応援してくださいモーターの調子はいかがですかえ、えー、と出足がしっかりしてて、乗り心地もすごくいいです優勝戦に向けての調整はいかがでしょうかもう回転を合わすだけで、もう乗り心地とか出足とかを崩さないようにするだけです。 今節のスタート感、目標はいかがですか遅れない程度にしっかり自分のわかる範囲で行きたいと思います。ピット離れ、コース取りについてはいかがでしょうかでも枠なりで6コースから行きます。最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、えっ、ー、と優勝できるようにしっかり走っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。